はい、皆さんどうもこんにちは、みやです。今日は Don't Say Yes というフリーゲームをやっていきたいと思います。今ね、巷で噂になっているというか、ちょっと話題になっているゲームで、ちょっとレトロな雰囲気のノベルゲーっていう感じですかね。じゃあ早速始めていきたいと思います。ルナ歴 22XX 年。2200何年ってことかな。一隻の宇宙船が月へ墜落した。ワーニング。生命維持装置に致命的な破損があります。ワーニング。生命維持装置停止まであと5分。俺はまだ生きているのか。なんか宇宙人みたいなの出てきた。おお、目が覚めたか。宇宙から来た人間よ。うわ、なんだ？怖っ。なんか左下のはすごい可愛かったけど、でかくなると怖いな。そなたは運が良い。人が月に来たのはこの数百年で初めてだ。月なんだ。でもこの数百年でってアポロとかで言ってんじゃないのかな。だが着陸の衝撃でそなたの体は壊れ、どうやら死にかけているようだ。かわいそうに、苦しかろう。どうだ、私に体を委ねたまえ。我が精神をその心に招く契約をするんだ。イエスというだけでいい。ここで言っちゃダメってこと？そうすれば私の力で傷を癒してあげよう。単純に考えたらとにかく脳を選んでいけばいいってことだよね。断る。俺の一族には昔から月には悪魔がいるという言い伝えがある。悪魔は体を持たず、自分では星から外に出ることができない。だから人の体を奪い、外の世界へ旅立つ日を夢見ているのだと。悪魔なんだ、こいつ。あ、音楽変わった。ははは、勘のいいやつだな。そうそう、私は月の悪魔だ。正体ばらしちゃうんだ。お前の体をいただいて、今日こそこの忌々しい月を出てやれると。そういう区切りなんだ。出てやれると思ったのに。でもな、お前が死にかけているのは事実だ。どうだ、人よ。命は惜しいだろう。お前の体をよこせ。イエスというのだ。そうすれば私の力で傷を癒してやろう。あれ、なんか同じ展開になってない？ノー。断る。俺は契約には絶対ノーしか言わないと決めたんだ。命を救ってやるだけじゃない。お前にすごい力を与えてやれるんだぞ。でもさ、精神乗っ取られたら何の意味もなくね？死んだも同然だよね。普通に嫌なんだけど。神のような恐ろしい力をお前に授けて誰にでも勝てるようにしてやる。ちょっと嫌な上司にギャフンと言わせてやったりとかしたくないのか。神のような力の割にはすごいしょぼい願いだな。そんなものはいらない。俺には必要がない。俺はこの手ですでに数えきれないほどの命を奪ってきた。え？奪ってきた？ふむ。変わったやつだな。調子が狂う。こんなところで大ボラ吹いても何にもならんぞ。見え張るんじゃないよ。なんか口調おばちゃんみたいだな。第一、俺が死んだ後に好きなだけ体を使ったらいいだろう。なぜ一旦俺の命を助けようとするんだ。死体では困るのだ。死んだ体をもらってそれに入っても意味がない。何にも感じないし、楽しいこと一個もない。腐ってくだけだし。そうなんだ。死んだら、ゾンビみたいになっちゃうのかな。生きてるお前と取引をしないとしょうがないのだ。俺なんかもう生きてたって死んだも同然の人間だ。お前が自分でどう思おうが、私が欲しいのは生きた精神と体なのだ。あ、なので区切りだった。体なの。じゃあお前。なんか夢とかないのか。体をくれたら願いを叶えてやるぞ。どうだ。夢か。たとえあくまでも俺の夢は叶えられまい。おう、言ってくれるじゃねえか。俺の夢は息子と一緒に家族でピクニックをすることだ。はあ、なんという些細でちっぽけな夢か。いつでもピクニックすればいい。息子と喧嘩したんだ。パパは2人もいらないって言われて。どういうことだ？え、何それ、ちょっと複雑な事情ありそうな話だな。喧嘩したの？息子に謝った？謝ってない。謝らないの？もう会えない。え、そうか、なるほど。つまり息子は新しいパパを受け入れがたいんだな。息子は奪われて、もう俺とは二度と会えない。取り上げられたんだ、謝るチャンスを。あー、そっか、離婚して再婚先のパパに引き取られちゃったんだね。複雑だね。そうか、なるほど。親の権利の問題か。会いたい子供に会えないのだな。やたら地球の事情に詳しいな、こいつ。どうだ、それならなおさら私に体を預けるがいい。我が力は岩をうがち、鋼を砕き、願えば空だって飛べる。何もかも思いのままだ。息子を奪い返しに行こうじゃないか。そうすればお前の心もスカッとして蘇るだろう。さあ、イエスと言え。まあ、言わないんだな、これが。今思えばそうすればよかった。だからもうイエスとは決して言わないと決めたんだ。息子は人質にされたんだ。俺を戦いに出すために。戦いに出す、あ、こいつのために差し向けられたってこと？え、なんかごめん。ひょっとしてすごい複雑な身の上だったりする？聞かせてやる、悪魔よ。俺の一族には古代から特別な力がある。戦うための遺伝子を受け継いでいて、高い身体能力を持つ。そしてその血は古代の科学技術で作られた機械を動かす。鍵になるんだ。その古代兵器は岩をうがち、鋼を砕き、空も飛ぶ。すごい強い。なんか選ばれし者って感じでかっこいい。なんか悪魔が可愛くなってきたな。だから子供を、一族の血を絶やしてはならなかった。俺は一族最後の一人。その上、女として生まれてきたから。え、女だったの？なるほど、それじゃ子供産まなきゃ家計が途絶えちゃうもんな。俺の体と心は食い違って生まれてきた。めちゃくちゃ複雑だね、確かに。ん？パパは2人いない、いらないってそういうことか。どっちもパパみたいなこと？あ、それで離婚したってことか。え、でも子供を絶やしてはならなかった。俺は誰にも言えなかった。あ、なるほどね。本当は自分男って思ってるけど、血を絶やさないために女として生きる道を選んだみたいなことか。ずっと心を違う入れ物に閉じ込めたまま生きてきたんだ。伴侶はいいやつだった。本当に優しくて穏やかな男だった。仲のいい友達と思っていた。けれど、彼は俺を一人の女として愛していると言った。俺は女じゃない。俺はあいつの望みとは違う。でも、俺はノーとは言えなかった。ああ、そういう悪魔が絶句してるやん。ちぎりを結んで子供が生まれ、大きくなって、今更言えないと隠し通してきた。でも嘘はつききれなかった。優しいあいつは真実を受け入れようとしてくれたが、小さな子供にはちょっとまだよくわからなかったみたいだな。泣いて怒られたよ。パパは2人もいらないって。まして言葉が出ない。それであの子は家をショックで飛び出していって、2人で必死に探し回った。いくら探しても見つからなかった。帰ってこなかった。代わりに手紙が届いたんだ。子供を返して欲しければ俺に戦争に行けって。え、急にまた雲行きが変わってきたな。そういうことか。俺は受け入れるしかなかった。宇宙の遥か彼方で、俺の国は戦いをしていて、もうそういう時代なんだ。宇宙戦争してるんだ。敵をぶちのめすためにいくらでも強い兵器が必要なんだと。国は古代技術を研究し、特別強い戦闘機を作った。凄まじい力を持ち、これ一機あれば星を一つ滅ぼすことさえできる。すっごいな。核どころの話じゃないね。だが動かすことができるのは俺ただ一人だけだ。ああ、古代の血ってこと？世界を、国を救うためには俺の血が必要なんだと言われた。断ることはできなかった。俺が行かなければ伴侶を殺すと。言われた通り遠くへ行こうと思った。だから今まではイエスイエスって選択してきて後悔してるから、もう絶対イエスって言わないって誓ったんだね。誰も俺を知らないところへ。誰も俺を思い出さない。遥か遠く、遠くへ。それで今こうしてこの船で宇宙をさまよっていたわけか。そんな、ひどい。さっきから黙って聞いていれば辛いことしかないじゃないか。おいお前、そんな風に人生うまくいかないことばかりでいいのか。私がお前の国の偉いやつ全員ぶちのめしてやる。お前をひどい目に遭わせたやつらを全員まとめてぶっ飛ばしてやるぞ。めちゃくちゃいいやつじゃんこいつ。だからさ、私に体をよこしなよ。イエスって言いなさい。いいやつなんだか悪いやつなんだか。まあノーだよね、でもね。ありがとう。でももう全部終わった話なんだ。俺は敵の惑星に乗り込んで数えきれないほど相手を殺した。ああ、そっか、そういうことか。皆殺しにした。そして星ごと爆破してやった。なんと恐ろしい。悪魔のような大暴れだな。そして帰ってきた。でも宇宙を渡ると長い時が経っていた。ちょっと待って。お前、ひょっとして、ルナリアンなのか、月の人間なのか。ん？どういうことだ？そうさ、地球から人が渡ってくる前から月にいた一族だ。ん？月はとっくに死んだ星だ。もうずいぶん前にみんないなくなってしまった。月と地球の人間同士の間で大きな戦いがあって、月では生き物は生き延びられなくなってしまった。もちろん地球も同じだ。それを知っていながら帰ってきたのか？知らなかった。船が宇宙を渡っている間は眠っているから。うーわ、切な。猿の惑星的なことだよね。まあ、もっとひどいけど。そうか。そう、帰ってきたらふるさとはなかった。空から見たとき、笑ってしまったよ。もうすっかり何にもない。だから俺にはもうどうすることもできない。他に誰もいないんだから。そうか。ていうかそうか。家族を守るために出たのに、ね、パートナーと息子どころか、星が滅んでたんだもんな。戦う相手も、理由も、味方も、家族も、ピクニックをする場所も、全部何もかもなくして一人ぼっち。だから俺にはもう何も必要がない。これで分かっただろ。俺には何もないし、何もいらないんだ。うわぁ、泣いてる。泣いてる悪魔が。うわぁ、はい。バカ野郎。なんだなんで泣いてるんだ。不憫だよ。そんなのってないよ。ひどいよ。お前、人の話に感情移入するタイプなのか。悪魔なのに。私、女なのか？まあでも、男か。私だって、ちょっと交渉が下手だからって、周りの悪魔に置いていかれて、ずっと月から出られなくて、どんどん仲間が減っていって寂しくて、情けなくて辛いから、次人間を捕まえた時こそ、絶対うまくやるぞって、思って寝て起きたら月滅びちゃってて。こいつもそうなんだ。こいつもぼっちなんだもん。うわぁ、嘘だろって思って、誰もいなくて、暇で、途方もなく寂しくて、ついにやっと外の世界から人が来た。さあ、頑張るぞって思ったら、こんなのってないよ。悪魔もしょんぼりする出来事の数々。お前、全然悪魔に向いてなさそうな性格だな。月の外は絶対にいつも楽しくて、希望に溢れてると思ってたのに。ねえ、やっと人が来てくれたから喋れて嬉しかったんだよ。あれなんかやっぱちょっと女っぽいよね。だからさ、なんかせめてお前に悪魔っぽいことさせてよ。まあ、しないんだな。させないんだな。あ、なんだ？ワーニング。生命維持装置停止まであと30秒。悪魔よ、俺はもう死ぬ。あ、やっぱ女なんだ。そうね。あんたが最後まで強情だから、急にツンデレになった。俺の人生を俺以外の誰かが知ってくれていると思うと嬉しい。でも俺の願いは最後までこのどうしようもない自分自身で居続けることだ。だからお前に体はやれない。俺の心も。お前はどうやらいいやつだ。次にここに来る人間はお前の体にふさわしいやつだといいな。最後に話せてちょっと楽しかった。おやすみ。ワーニング、生命維持装置停止まであと5秒。ねえ、あんたには負けたよ。最後まで全然イエスって言ってくれない人だったね。最後くらいいい夢見なよ。あんたらしい姿で。ほらね。お、なんだ？ああ、これだから悪魔やっていけないんだよな。いつか私も行きたいな。ピクニック、誰かと一緒に。あ、終わった。どういうことだろう。でも神の力があるって言ってたから。どういうことだろう。これどういうオチ？ん？子供がいるわけじゃないもんね。待って、理解が及ばない。これなんだ？これ悪魔か？こっちはあれでもこれ女の子の姿してるから、これが主人公なのかな？でもなんかこの不穏な角は悪魔っぽい気もするけど。ちょっとよくわかんなかった。多分悪魔がね、なんか神の力を使ってなんかしてくれたんだろうけど。なるほどね。すごい、こんな、深いゲームだと思ってなかったな。あれだよね。なんか、それこそ俺って言ってるから主人公も男だと思ってたけど、まあ中身は女性というかね。で、逆に悪魔の方も勝手に男っぽいと思ってたけど、実は女性っぽいっていうね。すごい、こっちの心理をね、読み取って裏をついてくるゲームでしたね。で、まあ、選択肢があったから途中で多分なんかイエスって言うと分岐するらしくて、なんかエンディング3つくらいあるって書いてたかな。だからね、せっかくなんで全部やってみようかな。どこで分岐すんだろうな。こうやって見ると確かにちょっと女っぽくも見えるな。とりあえずしょっぱなイエスって言ってみようかな。うわ、なんだ！得体の知れない悪魔に体を乗っ取られ、あなたの意識は遠のいていきました。The End。あ、これはゲームオーバーか。あ、普通に終わった。これがゲームオーバーだね。まあ、タイミング的に、最後の最後でイエスとかかな。それぐらいしか気になるとこないよね。多分ね、この最後に悪魔っぽいことさせてよっていうのが最後の選択肢っぽいから、ここでちょっとイエス選んでみます。せい。お、イエスでもこうなるんだ。ワーニング、生命維持装置停止まであと30秒。悪魔よ、俺はもう死ぬ。そうね、あんたが体くれないから。あれ？イエス選んだよね、俺。俺の人生を俺以外の誰かが知ってくれていると思うと嬉しい。あれ一緒だな。あ、でも俺の願いは最後までこのどうしようもない自分自身に。あれ一緒だな。あれ選んだよね、ちゃんと。間違ってたかな。あ、でもなんか違う。やっぱ選べてた。あ、違うか。死んだ。あ、違うっぽいな、やっぱ。ねえ、あんたの魂は最後まであんたのものだったよ。でも、一個思いついちゃった。悪魔なんでね。あんたの死体をもらって壊れた船をも直して私はよその星へ行く。もしかしたらあんたの子供と伴侶がまだどこかで生きているかもしれない。いや、孫の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 孫とかかもしれないけど。息子、あんたに似てるかな。そしたら顔見たらわかるかもしれないね。宇宙は広い。すごく長い旅になりそうだ。まあ私はね、気は長いよ。何しろ悪魔なんで。動く死体ってすごい悪魔っぽいでしょ。どう？ああ、名前くらい聞いとけばよかったね。ああ、終わった。うわ、どっちも切ないエンドだな。でもこの絵を見るに、最初のエンドの右にいた女の人はやっぱ悪魔だったのかな。悪魔と主人公で一緒にピクニックに行くっていう景色だったのかな。なるほどね。いやでも途方もない時間も経ったってどれくらい経ってたんだろうな。まあでも星が滅ぶくらいだからまあ、息子たちは生きてないだろうけどな。まあね、なんか10分くらいでできるゲームって聞いてたから、すごい軽い気持ちで始めたけど、すごくね、深いストーリー性のあるゲームでした。じゃあね、今日の動画はここで終わりたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。